毎度、今回はいつも、トスコーチ違うアイテムを紹介しますよ。ででん。はい。トミカより発売されていた、ロングトミカのサンフラワーです。サンフラワーは日本を代表するフェリーで、商船サニーフェリー株式会社が所有しています。このモデルは2017年に竣工されたもので、全長およそ200メートル、幅約27メートル、最大時速は約43キロメートル、旅客定員590名、車両積載数、乗用車、トラック合わせて大体300台搭載可能です。主な航路である茨城県大洗港から北海道苫小牧まで18時間で行ります。運賃については季節や条件で色々変わるようですが、最安で1万1000円くらいから、最高で5万9000円くらいですね。現在このモデルは2席存在し、サンフラワー富良野、サンフラワー札幌が就航しています。単純な移動手段というよりも、船旅自体を楽しむことができるように設計され、快適な旅を演出する手段にもなっています。ただ、単純に北海道に行くだけであれば、飛行機や電車などの手段もある中、あえて船旅を楽しむという選択肢もとても良いものですね。さて今回ご紹介させていただきます。サンフラワーですが、富良野、札幌の表現をシールにて再現できます。それ以外は塗装や印刷で表情よく表現されています。特に象徴的なボディサイドの太陽のマークは大変素晴らしく、このためだけにこのモデルを入手したと言っても過言ではありません。通常のトミカのミニカーは64分の1を目安に作られていますが、このモデルは破格の1300分の1スケールとなっています。単純に言えば、200メートルのフェリーをロングトミカの規格である15センチに収めるためのスケール設計でもあるんですね。さてさてこのモデルは船モデラーであれば、ムムッとうなるフルハルモデルで、しかも憎いことにウォータラインでも展示できるという優れもの。当然飾り台座も付属して、なかなかの満足度のところ、ウォーターライン状態であれば、タイヤ走行が可能というおまけ付き。さすがトミカ、そこは、やはり譲れないものがあったのだろうか。でもヘリコプターとかもあるので、無理くりタイヤ、つけなくてもいいとは思うんですけどね。ここはトミーの遊び心だったのかもしれませんね。赤い船底パーツは軟質プラスチックなので台座や本体からの取り外しが簡単で破損しにくくなっています。反面パーキングラインの処理がしにくいところが気になるポイントでもあります。船体そのものはダイキャストで、アッパーハルは ABS と PVC を使用しています。再現度の高さはなかなか良い感じで、安全性にも配慮していて好感度が高いです。重量感も手頃でちょうどよく、心地よいです。展示台で飾る、フルハルで遊ぶ、ウォーターラインでめでる、3種類の楽しみ方で飽きることなく、楽しめるのが非常に素晴らしいアイテムです。特にいいのがやはり、この太陽のマーキングで、見ると元気が湧いてきます。船体の形状もそうですが、白くて明るいイメージが強いサンフラワーは、どんなところに飾っても様になります。そして、見るたびに元気をもらえるような気がする、とても素晴らしいアイテムだと思います。残念ながら現在ではこのサンフラワーは廃盤で、気軽に買えないアイテムになってしまいました。できることであれば、再販していただくか、日本の船シリーズをトミカ番外編として展開してもらえるととても嬉しいですね。近年ではいまいち元気がない日本の船舶業界ですが、造船技術は世界でも高いレベルであり、
もっと多くの人にアピールをしてもいいと思います。できることであれば、軍艦などもラインナップに加えて幅広く展開してくれると嬉しいですね。一般的なプラモデルのようにスケール統一するとかなり難しいので、ロングトミカ基準で展開してもらえたら面白いなぁと妄想する次第なんですよ。このロングトミカのクオリティを見る限り、そこそこの需要が見込めるのではないかと想像するんですよね。最後まで見てくれてありがとうございます。またよろしくお願いしますです。またねー。バイバイ。